女性が避けたいと感じる男性のタイプの中でも、特に嫌われるのが短気で怒りっぽい、常にイライラしている男性です。コミュニケーションは感情的な要素が大きく影響するため、短気な姿勢は女性が安心して話せる環境を奪います。常に怒りやイライラを感じている男性は、相手に対する思いやりが欠けているように映り、その態度は女性を不安にさせる原因になり得ます。また、短気な男性は、些細なことで感情が爆発しやすく、対等な関係を築く上での信頼を損なうことになります。感情のコントロールができず、すぐにカッとなる男性のそばでは、女性は緊張を強いられ、心からリラックスすることができません。人間関係において冷静さは重要であり、短気や怒りはそれらを著しく阻害するため、多くの女性はこのようなタイプの男性との付き合いを避ける傾向にあります。恋愛関係だけでなく、日常生活の中での対人関係においても、自制心と柔軟性を持ち合わせた男性は、女性からの信頼と好感を得やすいでしょう。